藤谷蓮次郎です。記憶旅行と題しました当チャンネルをご覧いただいてありがとうございます。今日は、私が昔見た映画で、あ、これ素敵だったなとか、これ面白かったな、この俳優この時も活かしてたなとか、あるいは何を見たんだか分かんないんだけど、あれ何だったんでしょうというようなことも含めまして、忘れられない、今でも忘れられない映画というのを、私の記憶の中の話で取り上げさせていただくという忘れられない映画をご紹介するシリーズです。で、今日は日本映画の1本ご紹介いたしますので、もちろんこうご覧いただく人の方の中でお詳しい方がいらっしゃったら、ぜひともコメント等で藤田にこう言ってるけど本当はこうだったよなんてことを助言していただけると大変ありがたいです。あえて私はその記憶で話して、なかなか今もうその映画見る機会はないというところのものも取り上げておりますので、記憶違いというのも大いにあると思いますので、ご指摘いただければ幸いです。それでは参ります。今日取り上げる監督さんは、私は非常にこう好感を持った、何本か見てますが、いつもあの映画会社としては大きなところなんで、あのそのパターンのものなんだけれども、いわゆる名刺付きの、この方でこうだよっていうふうに取り上げられることは少ない方、その個人名で目立つというタイプの方ではないんだけれども、すごく憧れを持って見てた方です。森崎東監督、ロケーション東っていいんですよね、森崎東さん東さん、どうしても文字で見てるだけなんで読み方よく分かんないんですが、ロケーションという映画です。1984年、松竹、松竹の方なんで、松竹さんの映画でシリーズものとかもよくメガホン撮ってらっしゃって、あと一般のところで見えるのは2時間ドラマとかもやってらっしゃったように記憶してるんですが、違ったでしょうかね。脚本が近藤昌司さん、監督が脚本が近藤昌司さんと森崎監督ご自身です。キャストが西田敏行さん、大楠道夫さん、美穂潤さん、柄本明さん、確か竹中直人さんの若い時の竹中さんとかも出てたような気がするんですが、どんな映画かというと、随分昔の話で、私はもし違ってたらごめんなさい、亀有で見たのかなと、東京で大学生の時に見たのかなと思うんですが、私が当時、この映画評論家の本は残さず読んでおこうと思って一生懸命読んでた、山根貞夫さんの著書の中で、森崎さんの映画かなり好意的に捉えられていて、あ、じゃあ山根さんの言うなら見なきゃいけないっていうような気持ちで見に行ったら、やっぱ素敵だなと思った記憶があります。この映画、簡単に言うと、成人映画を作る貧乏なというか、決して潤沢なお金を持っていない、映画スタッフの悪戦苦闘、成人映画という言い方もちょっと柔らかくて、低予算で成人映画でっていう人たちです。で、その西田敏行さん演じる、この人が監督さんだったかな、キャメラマンだったかな、とにかくあのこの方が中心で、で個人的な生活もぐちゃぐちゃしていて、奥さんが逃げたかどっか出てったかなんかあって、そこと対応しながらぐちゃぐちゃの人間関係で描かれてって、ところどころにも失笑するような、人間しょうがねえなと思わせるような場面も混ぜながらというところがありまして、ただ、ラストのところで、私の記憶では海沿いのとか海辺の岩場のところにたくさんの明かりを流す、でそれ偶然そうなっちゃったんだけれども、そこで、西田さん演じる主人公が、回せ回せキャメラ回せって叫んでるところがあって、とても美しい、美しいというか、なんか そこまでのぐっちゃぐちゃな気持ちをいっぺんにカタルシスを与えてくれるような映像美があったような記憶があるんです。私が見たのはその1回、数十年前の1回だけなんですけど、で1984年であるわけがなくて、私はだから亀有かなんかの名画座で、これより、多分10年後か15年後くらいに見てるはずなんですけど、だから最高階のところで見てると思うんですが、そのラストのほどけ方というか、空間の、それも確かカメラをこういろんな形で動かしながら撮ってたような記憶があります。あの鐘楼のようなものが流れていくんだけれども、それが、カメラの方も
こうスウェーしたりしながら映すので、息を飲むような見事さで、ある種私の愛するというか非常に支えてもらってきた精神的な支えだったフェデリコ・フェリーニの映画の終わり方みたいな、あの何にも解決してないんだけど最後にわーっとなんかお祭りみたいに全部が映ってって終わる、それを名手西田敏行の迫力でどん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 前に進めていく、それを描くのは森崎監督というので、すごく面白かったというか、これ見てよかったという映画だったという記憶があります。これ本当に数十年前の記憶をそのまま喋ってるだけなんで、藤谷が言ってることは違うよということがあったら教えてください。申し訳ない、そんなデマを流してとか、こういうのデマとは呼ばないと思うんですけど、当たってたら当たってますよって書いてください。森崎監督すごく好感を持ってて、私としては憧れた人物の一人として覚えてるもんですから、あフェリーニだって私は個人的には思ったということをお伝えして、でここに名前が上がる名優たちの活躍が見れるという映画です。今日は、森崎東監督のロケーション、あんまり評判良くないというか、あんまりいろんなところで取り上げられないんだけど、僕これ名作だと思ってるというものを一つご紹介いたしました。最後までご覧いただいてありがとうございます。これからも日本映画、自分の頭の中で、確認する方法があんまりないもんですから、勝手にお話ししていきますので、あれそれ間違ってるよ等があったらご指摘いただけると幸いです。その先いいよという方はぜひともいいね、またはチャンネル登録もお願いいたします。またお目にかかります。最後までご覧いただいてありがとうございました。失礼します。